はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイトゥーダイ。今回は何するんだっけな。なんか前回ね、すんげえ眠かったっていうのを覚えてるんですよ。で、何をしようとしてたんだっけな。上でゾンビが叩いてるな。あ、登れないじゃん。どこを叩いてるのさ。こっからも出れないし。あ、待って。あ、大丈夫だ。破られてるかと思った、あそこ。いや、意外と地下から行くのが正解なんだね、本当に。すぐそばに出たかったら。なんで、こっから行って、あっちから出てくるのが正解なんだ。なんだっけな、なんかね、やりたかったんだよ。なんかやりまーすって言ってた記憶があるようなないような。とりあえず回復しとこうか。なんで食らってるのかもよくわかんないけど。よし、出た。出たけど誰も殴ってないし。うわ、リロードしてなかった。よし。ああ、わかった。わかったけどどうしよう。TNT です、私がやろうとしてたことは。でもね、なんか、いっぱい作りますとか言ってた記憶があるけど、作れないんだよね、いっぱい。どうせ作れて3個とかでしょ？そんなんじゃつまんないんだよな。101個しか作れないじゃん。あとたった100個だからね。たった100個作ったところでも、足りないんだよね。アイアンオーレ。そっか、鉄拾ってきたか。じゃあピッケルの材料にしてしまおう。いや、こっちだな。116。それはすごい。じゃあこっちでいいな。よいしょ、よいしょ。19分は多すぎる。これぐらい？ちょっと少なすぎる。惜しい。これぐらいだ。よし、まあ、27も結構いい仕事してんじゃない。これも入れると。で、前回か前々回か前々前回ぐらいに話したと思いますけど、今週末の土曜日ライブします。というのも、あ、そうだ、隠してあったんだね、これ俺が。隠してある。いろんなとこに隠してある。いつロストするかわかんないか。いろんなとこに隠してある。チーラローヘッド。で、どうしよっかな。どうしよっかな。何をしたかったかというと、覚えてません。あ、TNT だよ。なんで、ガンパウダーチャージ。お、28個。結構いけるじゃーんって思うけど、1個に7個使うからね。全然足りないよね。いっぱい作りたいなぁ。全然足りないよな。
今週末ライブやるので、よろしかったら来てくださいと言うんですけど、やることは穴掘りなんで、お手伝いさん募集中って感じですね。なんかね、なんかオーガーのパーツロストしちゃったんですよ。パーツじゃないな、オーガーを2回もロストしてしまって、もうここ地下に 100×100 の穴を掘ろうと思っているんですけど、穴地下から岩盤から地上まで 100×100 の 100×100 マスの範囲で、岩盤から地上までだよね。穴を開けようと思っているんですけど、ちょっとオーガーをロストしてしまって、もう一人ではいけないという結果に至りました。なので、その穴を開ける作業を手伝ってくれる方を募集したいと思います。で、やることはね、外側の、この 100×100 の、100×100、一気に落としたらほんとクラッシュするだろうな。ここの上を切り取るのをちょっと手伝ってもらおうかなと思っています。まあ、あとは適当にのんびり話しながらやれればなぁ的な感じですね。ここを、ほっさほっさ掘ってもらうの。で、気づけば多分ゾンビに襲われるんで、その対処もやることになりそうです。幸いなことにオーガーがないので、報道はそこまで起きないはずです。もういつも報道来て大変だもんね。だからどうしよっかな。ちょっとね、今日は何曜日でしたっけ？今日何曜日だっけ？忘れちゃった。今日木曜日かな、多分。で、しかもスタートした時間わかんないし。まあいいや。で、材料をちょっと貯めとこうかな。みんなに手伝ってもらうための道具とかも作っときましょうか。火薬できたね。ガンパウダーチャージ。TNT。紙と、草こっちなかったっけ？ 27。あ、地上にあるね。よっしゃ、上行こう、上。27あるんで、下は。ちょっとご飯も作っとかないとね、みんな大変だもんね。終わった。私は大変なことに気づいてしまった。手伝いに来てって簡単に言ってるけどさ、みんなここに湧かないよね。どうしよう。どうしよう。これ無理だ、手伝いに来てもらうの。いや、ここに来て、致命的なことに気づいたわ。どうしよう。多分湧くのって、大体決まってる範囲で湧くんだよね。なんか近くに沸かせることってできるんでしょうか？ミスった、ミスった。やべ、どこだっけ？どこだっけ？なんか適当にクリックした旗のマークが消えちゃった。右上だっけ？左上だっけ？下だっけ？ここかな？これ違うな。右側だった気がするんだよね。どこか分かんなくなっちゃったかな。まあ、今度調べてつけ直すか。これかな？これっぽいな。これにしとこう。適当。多分合ってる。で、これを、鉄パイプをちょっと取って。とりあえず TNT だよね、まずは。ともあれ TNT で爆破しようと言ってたんだから、 TNT やろうよ、先に。1個は最低でも1個は爆発させるわ。そうしよう。どうしようかな。地上付近で爆発させたいな。難しいかな、地上付近で爆発させんの。20じゃ足りないでしょ。
定ロストしてないよね。よし、 TNT 作ろう。4つしかデッキなーい。超しょぼい。そうなんだよね、しょぼいんだよね TNT。 そんなんじゃダメだよね。4つかよ。4つはさすがにないよね。あ、そっか。4つはさすがにないかな。サンタさん、サンタさんの帽子ちょっとかぶる。あー、どうしよう。しまっとくか。どっかしまっとくか。こっちにしまっとくか。金庫に入れとく、金庫に。多分サンタの時期にはもうアルファ13になってるだろうけどね。あと3つ、どうしようかな。いい感じに壊せる場所ないかな。うわ、怖っ。どうなってんの。よし、TNT 壁に貼れないからな。やめとこ。壁に貼れないからちょっと掘って置いて、そこをドッカーンやるか。それがいい、それがいい。そうしよう。というわけで、まず先に何をやるか。先にちょっとこれ片付けましょうか。片付けましょうか、これ。いいね、掘らなくていいっていいね。これ正解だしょ。これ採用だな。あれ、ここダメ。これ採用だ。この方式採用。床カバーします。すいたな。いっぺや、床をカバーします。で、壊す場所はね、ここの上、ここの上の適当な場所なので、床をここら辺全部壊れてくるかもしれない場所をカバーしときます。で、ついでに、お、ピッケルも持ったね。こっちもあるわ。カバーされたいい場所ぐらいのところを狙って破壊するか。崩れないかな。あ、しまった。これ崩しとかないといけないやん。これ崩れ、あ、13、11、11って届かなくね、上まで。そいつはいかんわ。そいつはいかんな。
無理やり登るのはそういうわけにはいかんしな。とりあえずこれ修理しながらいっか。TNT そんないらんから肉入れといて。10個あれば完璧でしょう。ちょっと取りすぎかな。まあいいか。ちょっと10個くらいかわいそうだから入れといてあげる。よし、結構でいいや。かわいそうだからってわけわかんないけどね。で、こっちにも念のために入れとくか。ちょっと30個くらい。で、ここの段を壊します先に。ちゃんと浮いてる状態にして、ガッシャンガッシャン崩れてほしいからね、どうせなら。よし、じゃあ今回は地上に上がっ、地上じゃない、ここの上に上がって TNT 一発爆発したら終わりにしましょう。どうなるかわかんないし、今何分撮ってるかもわかんないんで。よーし、どこにしよっかな。ここでいいかな。ここで行くってことは、もう、これちょっと、こんなもんかな。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？ここに行きましょう。また上見ながらやらないとね。落ちちゃうから。あー、しまったな。ちょっと待って、もし落ちたらもうあと1マスまでいけるかな。やばい、1マスいったらダメだこれ。よーし、ここに TNT を仕掛けます。ここね、目立つように松明は仕掛けません。多分わかるよね。多分わかるでしょう。あー、わかんないかも、わかんないかも、わかるかも。で、嘘！ちょっと待った。 TNT とかそういう問題じゃなくて破壊始まった。焦るわー。そういう破壊のさせ方ってありですか？その発想はちょっとなかったかな。俺 TNT 回収できるっけ、あれ置いたの。そういう、焦った、今マジ焦った。マジ焦った今の崩壊は。そう来る？まさかのそう来る？階段というか、壊してたら勝手に始まっちゃった。ここは壊さなくてもいいんだよ。これ壊したら勝手に崩れるから。まあ回収できないけどいいよね、別に。いいわー、便利だわー。あ、早すぎた。こっちもこっちも。回収できないけど。よし、いざやろうか。あ、待って、違う、インベントリーのものをちょっと、大切なものたちを入れときたいよね。何が起きるかわからんから。届くかな、スナイプショットガンで。適当だな。どこだと思う？こっち来るよな。まあ一回めんどくさい。
これだ。うわ、やばい。うわ、危な。目の前に降ってきた。しかも崩壊起きなかったし。残念すぎる。残念すぎる。というわけで今回終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんか崩壊は、別の崩壊が起きましたね。今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。静止化でした。次回はね、こっちに立てかけて崩壊させてみようかな。外してって。どっかまあ適当にいい場所見つけてやってみたいと思います。静止化でした。